日本建築史では日本における建築の歴史を記述する。住宅について詳しくは日本の住宅、神社については神社建築を参照。江戸時代から建築に対する夕食古実的な研究は行われていたが学問として成立するのは明治時代以降である。最初期の日本人建築家の立つの金吾はロンドン留学の際に日本の建築には どのような歴史があるかと聞かれて何も答えられず、自国の建築史研究の必要を感じたという。立野の教え子、伊藤忠太は、法隆寺が日本最古の建築であることを学問的に論じ、ここに日本建築史が第一歩を記した。1900年、パリ万博に際して、岡倉格像を中心に、後本日本帝国美術略史が刊行されたが、建築の部門を任された。 伊藤忠太は、岡倉の美術祝文に大きな影響を受け、建築士の大枠を築いた。当時、廃物希釈で大きな打撃を受けた寺院建築の保護が課題となっており、関の忠氏は、奈良、京都の主な建築を調査し、それらの建築年代をまとめていった。また、建築士学者と歴史家の間に、法隆寺の建設年代に関する論争が起こったが、現存する。 建物の様式論や、六国史などの文献研究はもとより、移行調査など考古学の発掘成果も取り入れられるようになって、学問の進化が見られた。第二次世界大戦前までは古代、中世の社児建築が研究の中心であったが、第二次世界大戦後は、民家、江戸時代の社児、明治以降の近代建築と次第に対象が広がっている。 身近な街の古い建物にも関心が高まっており、例えば道端の祠のようなものでも、地域の歴史を物語るものとして評価されることがある。日本建築はタアジア諸国と同じように、中国建築の影響を受け、近代以降は西欧の影響を強く受けているが、日本の風土、文化に合わせた独自な展開も見られる。柱、梁を基本構造とする日本建築と、 レンガや石で壁を築いてゆく、西洋建築は対照的な存在であり、20世紀のモダニズムの時代になると近代建築の理念を先取りした点があるとして注目されるようになった。三内丸山遺跡、大型建穴式住居現在の考古学、建築史では大きく床の位置、壁の有無、構造によって分類される。現存する原始戦士時代の建築物は、 存在しないものの建築部材が出土するようになり、以降の発掘成果に基づいた復元建築物が存在している。縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡などからは高度な建築技術が存在していたことが伺える。縦穴式住居の内部にもすでに炉や穀物貯蔵用の穴などの設備が発掘されることが多く、定住の住居としての形式が見えるようになる。 近年の発掘成果により、弥生時代にトライ人がもたらしたと信じられていた。建築技術やよ途、三内丸山遺跡、高床式建物かつては、床を持つ、建築物が普及するのは稲作とともに、弥生時代からだと考えられ、狩猟より濃厚が一般的になるにつれ床を持つ住居が増えてきたと考えられていた。後に、高床式建築は、 伊勢の神宮の神明造りや出雲大社の大こそづり、住吉大社の住吉造りなどの神社建築様式に発展してゆく。20世紀の初頭のドイツの建築家ブルーのタウトは、伊勢の神宮を訪れた時に、その簡素さと究極の美しさにショックを受けて、雷に打たれたようだと表現した。このように簡素で独特な様式を持つ神社建築は、 ヨーロッパの建築にも強い影響を与えたと言われている。吉野ヶ里遺跡園系やを一大以後には大規模な定住の状況が鮮明になっていると言える。古墳時代に入ると農耕技術の進歩や共同体の拡大に伴い集落そのものが巨大化するのに合わせて建築物も,も大きくなる。各地の有力者が自らの住居を作る際複数の居室を持つ 大規模建築物が見られ、これらは豪族巨漢と呼ばれる。群馬県三津寺遺跡などでその遺構が発掘された。また、祭祀等の宗教行事や貯蔵施設など、集落の中心となる建築物がわかりやすくなった。アスカ、奈良時代は中国の仏教建築の様式と技術を朝鮮半島を経由して取り入れた時期である。仏教公伝以降、日本でも、 寺院建築が建てられるようになった。記録では577年に、仏港、増事港がくだらから招かれた。588年から609年にかけて、蘇我氏が築いたアスカデラや593年に、聖徳太子総研とされる、摂津国の四天王寺、大阪府大阪市天王寺区。天王寺が、日本最古の仮覧とされる。現存するものとしては、法隆寺のサイン仮覧、 法紀寺三重塔が最古のものである。宝竜寺祭院伽藍は、かつては聖徳太子の時代の建築と信じられていたが、近代における研究の進展の結果、670年の火災後、7世紀末から8世紀、初めの再建と考えられている。法紀寺三重塔は8世紀初めの建築である。当時の伽藍配置や技法には、くだの寺院との共通性が指摘されている。 一般に奈良時代の建物の基礎工法は伝統的な掘立式だった。平城宮の発掘調査によって検出された800棟の建物のうち、その大多数が掘立式の基礎だったことから、70年に及ぶ奈良時代の間に平均して4回の基礎の普及による建て替えが工場的に行われたと考えられている。建随史、建闘史の時代になると、 中国の建築様式の影響が強くなり、礎石の上に柱を建てる、大陸風の基礎工法が導入されるようになる。平安時代、国風文化の時代になると建築様式も日本化し、柱を細く、天井を低めにした、穏やかな空間が好まれるようになった。平安時代以降には、日本独自の形態として発展し、この建築様式を和洋と呼ぶ。十世紀中期以降、 朝廷や自社の行事や儀式は次第に夜を中心にして行われるようになっていった。それは同時に夜間における灯火の利用を増大させて、度重なる火災の原因となり、結果的には大規模な増営が行われる一因となった。このことは、蘇陽庁による税収の衰退とともに、中央、地方の財政の悪化をもたらし、国当てや成功などの新たな財政制度を生み出すと、ともに、 建築の分野では、修理職や木工料などの担当監視や東大臣などの大臣員を中心として、交渉組織内部における技術や経験の失質総称が行われ、構成における大工、職人の土定制度の原点となった。また、日本全国から造営に動員された交渉たちも、中央の優れた建築技術を持ち帰って、それぞれの地方の建築で活かし、 さらに地方の国士たちも中央に送る河原などの生産能力を高めていくなど、中世以後の建築の発展につながることになった。だが、一方でこうした相次ぐ建築は、木材の伐採に伴う山林の荒廃などの環境破壊を招き、次の鎌倉時代前半期に新たな自然災害や、飢饉や治安悪化などの社会問題を生み起こす要因になったとする指摘もある。 鎌倉時代に入ると中国との交易が活発になったことで再び中国の建築様式が伝えられた。まず入ってきたのは東大寺再興の際に用いられた様式である。天平時代に建設された東大寺大仏殿は平安時代末期の原平の騒乱の中消失した。長元は幾多の混乱を克服して大仏を鋳造し1185年海岸供養。 1195年、大仏殿を再建。1203年に総供養を行った。長元が再建した大仏殿などの建築様式は非常に独特なもので、当時の中国の福建省周辺の建築様式に通じると言われている。その建築様式は合理的な構造、合法内省で大仏殿にはふさわしいものであったが、日本人の好む。 穏やかな空間とは相入れない面もあり、長元が死去すると大仏様も衰えた。大仏伝再圏に関わった職人は各地へ移り、大仏様の影響を受けた和様も生まれ、これを雪中様と呼ぶ。その後、禅僧が活発に往来し、中国の寺院建築様式が伝えられた。これは禅宗寺院の仏像に多く用いられている。また、 中世には出家した僧や陰遁者が人里離れて住む、簡素な建物である僧庵が出現し、鴨の町名、北条記や絵巻物などに描かれている。平安後期、鎌倉記には、明栄や一辺、西洋、日蓮ら宗教者が僧庵を拠点に活動を行った。文化史上、室町幕府が滅亡した1573年から、豊臣家が滅亡した1615年までを、 桃山時代とすることが多い。天下統一の時期にふさわしく、城郭建築が発達し権力のシンボル的な天守が築かれ、古典は華麗な障壁画で装飾された。また、室町時代に始まった茶の湯は千里宮によって、体性され、茶室というジャンルが生まれた。江戸時代は全般に庶民文化の栄えた時代であるが、建築でも世俗化の傾向が顕著に見られる。 茶室を住宅に取り入れたスキヤ作りや都市の娯楽施設である劇場建築、遊郭の建築などがその例である。また民家も一部は書院作りの要素も取り入れ、次第に発展していった。寺院建築の中でも庶民信仰を背景に、善光寺、戦争寺など大多数の信者を収容する大規模な本堂が作られるようになった。 年表は日本近代建築史を参照。幕末に外国人居留地が開かれると、外国人の住居、召喚、教会などが建てられるようになった。グラバー邸は長崎の高台に築かれ、グラバーの指示に従って日本人が建設したものだが、来日した外国人技師によるものも見られるようになった。これら居留地の建築に刺激を受けた同領たちが、 明治初期にかけて各地に見よう見真似の洋館を建てた。明治初頭、日本政府は近代化に必要な都市を築くため、西洋建築の技術を得ようと躍起になっていた。親とい外国人として、イギリスのウォー・トルスやコンドルが招かれた。コンドルは、工部大学校で、日本人建築家の育成に努め、日本建築界の父とも言われる。教え子の、第一期生が、 タツの金吾である。政府による官庁集中計画が立てられると専門家育成が必要になり、ヨーロッパの中でも日本が目指すべき先進国と考えられたドイツ政府に指導的人物を打診した。ヘルマン・エンデとビルヘルム・ベックマンの共同設計事務所が担当することになり、エンデとベックマンらが来日した。彼らは近代国家建設に要する技術習得のために、 日本人のドイツ留学を時の日本政府に進言し、政府は建築技師として、妻木より中、渡辺譲る、河井博志造の3人、石区、大区、人造石左官、レンガ職、ペンキ職、屋根職、石膏職の高等職人17人で構成された、総勢20人の青年をドイツに留学、派遣した。3年の留学の後、 知識と技術を得た彼らのうち数人は後に、県東京工業大学の第一期卒業生となり、ある者は美術家となるが、彼らの多くは日本国内の建築分野で活躍した。他特記事項として、ロンドン大学に留学した桜井小太郎が1892年に日本人初の英国公認建築家の資格を得ている。日本において建築とは、 まず近代化のために西洋から学ぶべき技術として捉えられ芸術、美術と捉える意識は薄くなった。また、農美自身や関東大震災でレンガ作り建築に大きな被害が生じたことから日本独自の耐震構造技術への関心が高まった。こうして建築はもっぱら工学的な学問と考えられる風潮が強まった。この意識は今日まで続いている。 一方、大正中期の1920年に日本初の建築デザイン運動として、堀口すてき、山田守、石本菊次、森田圭一、滝沢まゆみ等の東京帝国大学建築学科出身者が集まり、分離派建築会の活動が始まった。また、20世紀前半には列強の仲間入りを果たした日本は、その海外進出に伴い、 日本植民地様式とも呼ばれる建築を手がけるようになった。年表は日本近代建築史を参照。東京都庁舎都市再生機構と島ま5丁目団地戦争で大きな打撃を受けた建築界は戦後復興、高度経済成長の中で活躍の場を見出した。鉄筋コンクリートの使用が一般的になり、各地にモダニズムの公共施設が建設された。 地震の多いことが日本の課題の一つであったが、耐震構造技術が進み、かつては百尺に制限されていた規制も緩和され、超高層建築が建てられるようになった。丹下建造、牧文彦、安藤忠夫など、世界的な評価を得る建築家も増え、日本の現代建築のレベルは上昇した。この間に、衣装デザインと構造設計の分離分業が進み、 国立競技場建設案の二点三点時の報道で広く日本国民一般にも知られるようになった。一方、都市の美観という発想は大正昭和初期の建築家の一部に見られたものの戦時体制、戦後復興の中でほとんど影を潜めてしまった。伝統的な街並みや過去の優れた建造物の多くが戦災や経済発展の中で失われ、経済性、 合理性優先の安上がりな建築が多くなり、スクラップビルドが繰り返された。その結果生まれた日本の雑然とした街並みを肯定的に評価する意見もあるが、かつての日本にあった風土的な個性の多くが失われたことには反省の声も多く、重要伝統的建造物群保存地区の選定や景観法の制定など、美しい都市、国土への関心も高まりつつある。 A.B. 佐藤明。崩壊について。中央公論美術出版2006年 IS 48。ISBN48 億550万5273ピアニッシモ。78から83。上島通る。大規模造営の時代。日本中世社会の形成と。王権。ISBN978 から4から 815806354P293 から367。西澤康彦著。 日本の植民地建築、帝国に築かれたネットワーク、ありがとうございます。